ちょっと序盤で失敗してしまって、そうですね、まあどう勝負するかという展開かなと思っていったので、まあ千日手は、まあ仕方ないのかなと思っていました。そうですね、まあ内容を、はい、しっかり、まあ振り返って次に、はい、つなげられたらと思います。昨日、名古屋のホテルで行われた叡王戦五番勝負第2局。藤井聡太五冠にとっては、今年度に入って初めての地元での公式戦。先手は挑戦者の出口若武六段でした。先に3勝した方がタイトル獲得ですが、初戦を制している藤井五冠が勝てばタイトル防衛に王手です。対局は午後4時半過ぎ、タイトル戦では1年2ヶ月ぶりという珍しい展開になりました。同じ局面が4回繰り返され、千日手が成立。それぞれの駒が同じところを行ったり来たりして千日経っても決着がつかないと言われる膠着状態となったのです。規定により30分後に先手後手を入れ替えて勝負を初めからやり直す指し直し局に。藤井五冠にとってはタイトル戦では初めての指し直しで、持ち時間は1時間。結局午後7時31分、藤井五冠が75手で出口六段に勝利。叡王の初防衛に王手をかけました。まあ、自分なりに手いっぱい指すことはできたのかなと思っています。藤井五冠はこれでタイトル戦12連勝。注目の第3局は今月24日に千葉県柏市で行われます。一方、地元開催で注目されたのが勝負飯とおやつ。会場の名古屋東急ホテルは和食、洋食、中華の3人のシェフが合わせて8品のメニューを考案しましたが、両者ともに選んだ勝負飯は名古屋コーチン親子オムライスでした。地元食材をここに取り入れた方がいいかなと思いまして、使わせていただきました。味にコクのある名古屋コーチンの肉とトロットロの卵をデミグラスソースで仕上げたオムライス。地元愛にあふれたこのメニューは今日から名古屋東急ホテルのレストランモンマルトルのメニューに加わりました。そして午前のおやつは藤井五冠が選んで去年大反響を呼んだ富士屋のカップケーキコロコロしばちゃんを出口六段が。一方、藤井五冠はそのコロコロしばちゃんのお友達というコロコロくまさんを選びました。結構チョコの味が、はい、でそうですね、また、まあ、前と違った、はい、味わいで美味しくいただきました。